やばい、なんだよこれ。このダメージ量なんだよ。ビビるんだけど。まあ、立て直しはできるからいいか。え？なんかカバンみたいなことしてね。え、そんなアビリティあんの？こんなアビリティ逆にあんの？驚いてんだけど。え？マジで驚いてんだけど。こんなアビリティあんの？困ってるみたいな感じだったけど。アビリティあんの？こんなアビリティあんの？もう、ああ、やばいくらいの強さを持っている。と思ったらそろそろ止まったか、やっと。やっとか。あとはちょっと。悪態破り来ない程度にはやりたいけど、かっこよくわかんねえからもうできるけど、あおい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 、でも知力系がメイルは当たるけど、これがマジで当たんねえな。まあ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 、落ちて。カウンター状態なんだよ。あ、回復し、いや、でいいか。油断しないようにしよう。油断したらやられるで、これ。このローズを打とう。このローズを打つための。まあ、一旦ぐらい待ちましょう、わざと。回復するための、このローズを打つために立ってる。弱体破りがあまり入らないためにも。解除も、ね、なんかやべえ、こう、食らうんだよ。あ、いや、回復させればいい。ノローズいらんな。よし、じゃあ、ここは打って。
別に次のターンで行けばいい。帝王の回復は。雨技だと3ターン使えなくなるからな、まあ、そっちの方は火力は出るんだろうけどね。まあ困ったらヒーラー使いますか。ドラの時ヒーラー使いますか。そうなんだ。だから使わないんですとか出ると使わない。威力デバフをちょっと入れながら弱体破りがあるんだね。ああ。まあ、安定化したからチャレンジ2はなんとかいけそう。チャレンジ3は知らんす。あ。全然育ててなかったライトランス。ウェーブばっかり使ってたみたいな。ブツキもやっとレベルが6くらいになったな。使う機会がなかったからね。周回だと使わないからね。もうじゃあいいか、もう。チャレンジに行くか。まあロマンジックさえ回避すればなんとかなるんじゃ。だからロマンジック回避する。